席。皆さんこんにちは、都内の会社で働いております谷口俊と申します。今日はですね、その仕事で起きた小さな神様の奇跡のお話を、したいと思います。私はですね、簡単に言うと、お電話でお客様にお電話をして、で契約を取ってくるような、営業職みたいな仕事をしているんですが、今の会社に入った当初ですね、この業務がすごく苦手でですね、で具体的に言うと、8時間働いて、皆さん会社の平均としては5、6件ぐらいみんな1日取ってくるんですが、私は1、2件、ひどい時は1件も満たないような時もあったりして、すごくこう苦手だったんですね。で、あまりにこう取れないので、この現状を見て会社の方がちょっともうちょっと頑張ろうっていうことで、注意をいただいたりすることもあるような状況で、で本当に情けないんですけど、私おしゃべりが好きなので、こういう業務は個人的に得意だろうと思ってたんですね。で自信も変な自信もあったので、その自信もあって、こう余計にこう落ち込む日々が続いてたんですね。この仕事続けていけるんだろうかっていう思いがあったりして、でさらに隣に同じ仕事をしている同僚が左右に座っていて、たまたまその左右に座っている同僚はですね、取れる方だったんですね。具体的に言うと8時間で5、6件とか6、7件とか取ってくるような方々に挟まれていたっていうこともあって、こう日々その自分の成績とその方々のコントラストっていうのがすごくこう響いて、しんどかったんですね。でただその時私は教会に通っておりまして、でその教会で言われてたことがありまして、それが聖書の言葉なんですけれども、全てのことが益になるということが語られていて、全てのことが神様が益にしてくださるから、全てのことを喜べるっていうことが語られたんですね。で教会でそれこそ耳にタコができるぐらい言われていたことだったので、ある帰り道ですね、私も思い出したんですね。あ、こういう時に感謝すればいいんじゃないか、こういう時に全てのことが益になるんじゃないかって思ったんですね。で気分は落ち込んだままだったんですけど、神様、1、2件しか取れないことを感謝します。で隣の方々がやっぱり6、7件取ってるし、会社の方からももうちょっと頑張ろうって注意をいただいちゃう、この状況をありがとうございます、なぜなら神様が全てのことを益としてくださるからですということをですね、気分は正直乗ってなかったんですけれども、一つ一つ帰り道の間中ずっと感謝してるんですね。でその翌日もですね、勤務がありまして、で恐れながら行くわけなんですね。するとですね、驚くべきことが起こりました。朝からですね、取れるんですね。1件取れて、2件取れて、4件取れて、で8時間の勤務が終わった頃にはですね、私13件取れてたんですね。びっくりしちゃいました。昨日その前の日までは私2件とかだったのに、その次の日13件を取っていて、でその業務が終わって帰る頃にはですね、会社の方からですね、今日この部署で一番君が契約を取ったよ、すごいっていうことを言っていただいて、こう自分でも何が起こったのかわからないような、そういった状況でした。こう何が変わったわけでもないし、こう急に私が上手くなったわけでもあんまないんですよね、絶対。なのに13件取れて、で思い出したんですね。あ、昨日帰り道の感謝だ、神様が益にしてくれたんだっていうことを気づいたんですね。で、あ、神様が言ってることって本当だったなっていうことに分かった時に、じゃあ明日も祈れば大丈夫なんじゃないかっていう、キリスト教ではこういうの信仰っていうんですけど、そういう信仰が与えられて、で帰り道も喜びつつ、明日も神様、あなたが助けてくださることありがとうございますって祈ったんですね。そしたらその次の日も12件、でその1週間は全て10件を超すような勢いで、この組めていくというか営業が取れていったんですね。でその会社に入って私2年ぐらい経ちますけれども、今に至るまでですね、その成績はですね、変わることがないんですね。本当にこう今仕事をしているのは、紛れもなく自分の力ではなく、あの時
この全てを益にするという神様からの言葉を信じて祈ったことから始まっている、そういった今に至るまで続いている奇跡のお話です。聞いていただきありがとうございました。